今からエキスポに行ってきます。初めての東京マラソン、初めてのエキスポ、初めての受付、もうドキドキ、とっても楽しみですね。東京マラソンまであと1日となりました。前日のジョギングが終わって今公園で動画撮ってます。イエーイ。昨日エキスポに行って受付をして、なんかいよいよスタートするんだなっていうような気持ちになりつつも、本当に明日走るのかなとか、走れるのかなとか楽しみもあるんですけど、結構まだまだ不安なところもいっぱいあります。でもいつも皆さんのコメントだったり高評価が私の本当に力になってますので、もし明日沿道に来られる方がいましたら、ぜひわからんとか、わから葵本名とかいろいろ名前で応援してくれたら嬉しいなと思っております。ちょうど1年前の東京マラソンの皆さんの走ってる姿を見て、私もマラソン走りたいなっていう風に思いました。なんで今回私の、走りを見ていただいて、私も走ってみたいなとか、マラソンすごい楽しいものなんだなっていう風になんか思ってもらえるような、そうやってなんか皆さんにこうなんか何か思ってもらえるような走りができたらいいなっていう風に思っております。初マラソンの金沢マラソンではもう散々なもので、本当に辛くて最後は止まったり泣いたりもう歩いたりやめようかなっていうのを考えながら最後10キロ走ったんですけど、今回はそれもあって悔しかったので、練習もちゃんと やりましたし、あとはこう自分の状態もすごい今上がってきている状態ではありますので、まずは歩かない、止まらない、泣かない、もうほんとこれだけはしないようにして、最後まで笑顔で走り切れたらいいなっていうふうに思ってます。当日のゼッケン番号は87005です。ウェアは上下真っ白のウェアを着て走りますので、もし見つけてくださる方はいましたら、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。それでは明日頑張ってきます。皆さんいつも本当にご視聴ありがとうございます。では明日